ウォンドバーサスニートプレゼンツ BJJ ウェーブイエイ。はい、橋丸キヤです。はい、権竜から来ましたモカピンです。柔術のアドライター成田です。はい、じゃあこの3人でお送りしたいと思います。はい、はい、はい、まずは何でしょう。はい、12月4日 ASJJF トゥマウ北海道柔術トーナメント総括。はい、イエーイ。はい、今回もね、先週末ですね、はい、北海道札幌行ってきました。 ASJJF トゥマウの初の北海道大会ですね、札幌。はい、札幌ジューストーナメントだっけ。ASJJF 北海道を漢字のやつを間違えてましたね。ローマ字にするのかなんかちょっと、ね、ASJJF ドゥマウ北海道柔術トーナメント2016ですね。そうそうそう、結構微妙なタイトルだったんですけど、はい、あれ微妙だよね。北海道って漢字にしたらASJJF ドゥマウはASJJF はローマ字じゃん。で、うん、ドゥマウカタカナでしょ、うん、北海道を漢字にして柔術も漢字にしてトーナメントカタカナ、カタカナにすればいいんでしょう、ね、なんか表記的にちょっと悩んだんだけど、まあそんな大会行ってきました。はい、これね、オーバーリミットの札幌ですねの村田良三君主催っていうことで、はい、T シャツも作って、はい、黄色、チーム T シャツがで、この後ろもね、そう黄色に緑ですね。そう、ブラジルカラーを意識した、はい、はい、そんなところで行ってきましたね。で、まあここがね、もう今回も大長編、韓国編、あ、韓国編続き、大長編ですね。はい、1泊、2泊、3泊ですか、金谷さんたちは。土曜日に行って、火曜日に帰ってきましたね。はい、でもう、もう着いてすぐ、土曜日に着いて、その日は夕方に着いたんだよね。そうですね、夕方。また LCC で荷物がね、はい、もう俺もともと荷物多いからね、もうまたピリつくしね。ほんとストレスだよ。ほんとストレス、荷物。追加料金払って。あそこのね、ゲートをね、スルーできるかできないかで、ほんとストレスだよ。僕でも行きも帰りも荷物測られずに。いやー。やっぱ日頃の行いなのかな。スカイマーク。スカイマークだと、まあ大丈夫なのかもしれないですね。もう LCC 嫌いなんだよ。もう大会経費で行ってるかなって見えないんだけどさ。はい、けど、撮影機材なんだから、それ経費で送ったっていいよね。まあ、なんでそれ自腹で送らないといけなくなるの。 そこは出ないですか、代表からは。いや、会長せこいからね。会長せこいとにかくせこいからね。とりあえず値切ってきますからね。もう勃発してましたもんね、打ち上げでも。そう、へー、クソエイジソン。で、そのでそれついて金曜、はい、あ、土曜日について、はい、でその日の夜はね、ジンギスカン行ったんだよね。ジンギスカン、おお、いいですね。ダルマ、ダルマっていうすごい有名なところがあって、だみんな行ってたもんね。ブラジル人ですら札幌行くって言ったらダルマ行けっていう風に言われたっつってね。そうですね、行ったら行ったで1時間ぐらい並んだよね。いや、しかも韓国人中国人の観光客の多いこと、そうで、だってあそこ何店舗あんのよ。4店舗くらいあるんだよね。結構あります。で、空いてるよっていうところに一番来やすいとこですよって言ったのに、あれだもんね、1時間待ち。そんなに。いや、もうそこでそれ食ったよね。食いましたね、ジンギスカン。もうまあ俺はあんまりね、ラム肉とか好きじゃないからね、臭みが強いって言いますよね。そうけど、東京からもそこまで食べに行くっていう人もいるぐらいのやつなんだよ。はい、まあ、こればっかりじゃあ行くっつってね。2万円のお寿司をスルーしてそっち行ったもんね。2万円のお寿司が食べれるって接待があったのにもかかわらず、自腹で食って ね、まあこんなもんかみたいなね。まあ美味しかったけどね、美味しかったけど、はい、そんな好きじゃないからもう2度はいいかなって感じだよね。あ、そうですか。僕結構良かったです、ね、本当。あとハイボールも美味しかったんで。山崎だの。山崎マリナかっつんだよ。マリナ先輩が、はい、山崎だから、ザキじゃないから。なんか変な、はい、なんだっけ、山崎45年だっけ、山崎、ま、何年か分かんないですけど、結構いいやつですよね、うん、美味しかったですよ。2倍ぐらいしましたもん、普通のハイボールの、ね、そんなに美味しいの。まあ美味しかったですね。匂いとか違いますよね、うん、おいにが違いますね。いや、私ウイスキー飲むの。ウイスキーはハイボールっていうのは炭酸で割るスイーツ、ね、ウイスキーですね。ウイスキーね、ウイスキーも飲めるは飲めるんですけど、まあ、好き、そんなに好きではないですね。一番好きなのは、一番好きなのは芋焼酎ですね。私。サトシ君は？僕日本酒です。え、日本酒？日本酒好きなんですよ。腰の乾杯？腰の乾杯も飲めますね。あったら。腰の乾杯？知ってんだそれの。あの酒屋時代ですね。黒亀だの。
そう、くどき上手っていう。あ、ありますね。日本酒美味しいですよね、うん、またもう酒飲めるからっつって、うん、飲めないから美味しいのは本当、はい、美味しいもん飲んでたでしょ俺あのいい、はい、お酒にはあの和紙がかかってるっていう直射日光を。ああ、そういうの知ってますよ飲まないけど飲まないけど、あでそこで、で、ジンギスカン食べて、はい、でそこの日の夜ですよ今回はね、裏 BJJ ウェーブじゃなくて表の方で、はい、配信しちゃいますか。いやそこで、いや向こうで接待とか、向こう元あのミューズの生徒、はい、あ向こうで、いやいいとこあるぞということで行きましたね。行きましたね。まず聞いてください、お値段を聞いてください。お値段はですね、2万5000円です。はい、はい、2万5000円、何の話してるんですか。すごいよ、2万5000円ですよ、はい、1時間。そこはそうですね、1時70分かそんぐらいですかね。70分に1万5000円払う、2万5000円払うって何なんですかびっくり。すごかったです。もう電話しても8時ぐらいに電話して、多分11時まで入れないみたいな。えっ、その間何してたの。そんぐらいなんか混んでましたね、まあ、えその間何してたの。じゃあ飲みに行ってたの。あその間あの僕あのお寿司行ったんで。ああ、そうなんだ、はい、えあ、そうか、ジンギスカン食って、寿司食ってアワビも食っちゃうみたいな。しょうもない、暴れるね、それしから。あ、そうだ、寿司行ったんだ。寿司行きました、その2万円の寿司。美味しかったです、でも。あ、そう、はい、金使うの、初日から。初日の出費も激しかったですね。だ、佐藤、いや、だけどね、まあ、別にあの食欲、性欲、睡眠欲、いろいろあるんですけどす、ね、そこに全部お金をかけられるっていうのはすごいよね、佐藤君は。いやー、あれはね、まあ、ちょっとかかりましたね、今回の札幌遠征は。だけど2万5000円は良かったと。2万5000円良かったですね、はい、水木さん水木さん水木さんどういうふうにして良かったんですか。青森県出身で。青森県出身でしたね。で、一回、まあ、千葉の方にもちょっと出てきたことあるみたいな。じゃあもうズーズー弁で何喋ってか分かんないですね。ズーズー弁なかったですけど。あ、本当？標準語で話してましたけど。よかった。何点？そこは、何点のドラマ？80点。お、いいですね。2万5000円払って80点。80点。2万5000円、はい、2万5000円稼ぐって辛くない？結構ですね。いやすごいよ。けどね、聞いたのよ。はい。で、成田くんはね、50万円の仕事を終わらせてから来たらしいんだよね。おー、50万円の大仕事を終わらせて自分へのご褒美だっつって、はい、飲む使うだからまあいいのかなっつって。いやいっぱい仕事をしてるからご褒美じゃ ん。俺みたくそんなに仕事しない人はそういうこと無理だけど、まあその札幌在住のそのミューズで練習してた方が、ここが一番です札幌で、ここが一番です、絶対行ってくださいみたいな言っちゃった。おすすめに行っちゃったんですね。でもう一人行った人は、はい、ブーデーが来た。あの、絶対この子は嫌だねっていう子が来ちゃったっていう。じゃあなんでそこで断らないのって話だよね。え、できますよね、そういうことって。できないものは、いや、できると思うんですけどね。けどね、いや、気弱なんだ、ブラジル人のくせに気が弱いんで、なんでそんな、いや、2万5000払うんだったらさ、そんな納得いかないこと払いたくなくない？ね、うん、受け入れちゃったんじゃないですか。でもいや意外とって思ったんですけど、だって作る人だってずっとブーダレスだもん、ね、10点って言ってました、ね、100点満点中100点満点中10点って言ってました、ね、いけませんじゃあなんで行くんだよそこで。やっぱ下半身の欲望には勝てなかったんですかね。札幌だって言って、まあ、もう元気なかったですもんね今無職だし。いやー、まあそこで明暗、ちょっと明暗分かれましたね。2万5000円で明暗分かれましたよ。2万5000円でかいですね。2万5000円でかいよ。2万5000円でかい。飛行機代より高いんじゃない、往復。あ、飛行機代、あ、そうですね、飛行機代と変わんないぐらいかもしれないですね。そうだって、ジェットスターで今回俺往復で、あの荷物10キロのやつ入れて1万8000とかだもん。で、荷物10キロ入れないと1万4000円ぐらいだもん。あー、そうですね、だ2万5000円でしょ行って帰ってこれるみたいな。すごいよ、そこに行こうって思うこと自体がすごいよ納得。
なんか今まで過去最高金額って何なの？過去最高金額ですか？そう、そう一番ですね。言っちゃった。過去最高。いやでも僕そんな高いとこ行ったことないですね。それじゃあ札幌が過去最高金額？あ、過去最高金額は3万いくらのとこがありました、ね。え、どこどこどこ？それは東京でした。え、東京どこ？東京の虎の穴ってとこがあるんですよ。ケツだな。どこで虎の穴？店名じゃないよ。土地だよ。土地です。土地だよ。知らねえよ。店名。それは新宿。チェーン店なの？恵比寿、池袋とかにある感じで。そんなチェーン店？はい。そこはもう超高級店みたいな。あ、よかったんだ。そこは良かったですね。あ、本当。そこは3万いくらしましたね。年明けで。ケーキつけようかなみたいな。ケーキつけてよ、サトシだってケーキいいわ、サトシくん。一般がどのくらいの値段なのか分かんないから、それがどのくらい高いのか分かんないんですけど。一般の金額って何だ。一般どうなんですか。まあお店にもよると思いますけど、1万台から2万くらいじゃないですかね。けどね、確かにそう思うけど、あの普通のチャンネルとあのじゃあちょっと頑張りましょうかってなってきて、いきなりホテルでそのまま帰るわけないもんね。飯食ってラブホ代払ったら2万円ぐらいになるもんね。まあ家でやっちゃえばまあともかく、まあそうですね。でそれだけで終わらないもんね、はい。そう考えると何の話してるんですか。まあそんなことが初日ありましたね、はい、で着いてすぐジンギスカン食ってお寿司食って、はい、やって、次の日も朝から、はい、朝からですね。そう、あれもう今回、札幌大会が60試合ぐらい組まれたのかな。60試合ぐらいありました。1年だけど60試合ぐらい組まれて、はい、黒帯の試合もあって茶帯の試合もあって、この大会自体はすごい良かったよね。で初開催だったんだけど、まあ、あのセッティングではいろいろ戸惑った部分はあるけども、大会もだって俺らがあの東京から行ってるじゃん、スタッフが。だからほぼトラブルもなく、はい、レフリングもほぼあの綺麗に終わって、うん、で大会自体すごい良かったよね。黒帯の試合も、はい、何試合かな、何試合、3試合ぐらいあった感じで、茶帯もあったよね。で、韓国から、出場した選手もいたし、はい、ですごい、見どころ多かったですね、うん。で今回、初開催ってすごい様子見じゃん。それは60試合あったもんね。うん、で北海道やっぱすごい多かったみたいで、他の大会で20試合とか30試合も行かないのが当たり前だ。それもいきなり倍の人数が出たし、でけど今回押村区はやっぱ東京とかからの遠征組がいなかったよね。へえ、 それでだから北海道内でそこそれだけの人数が集まるっていうのはすごいことだよね。で札幌じゃん、で釧路とか函館とか、はい、いろんなところ来て、釧路からって6時間かけてきたとかね。え、そんなかかるんですか。すごいかかるんだよ、北海道遠いんだよね。遠いっすね。そういうのもあったから、すごくそれはそれで、盛り上がったと思いますね、うん。で大会後には、セミナー、はい、ウィッソンと村田君のセミナーがあって、で5時に撤収と、はい、まあそれぞれ1時間ぐらいとかですか。そう、45分45分の30分のスパーリングかな、はい。だから、まあ、今回は60試合だったけど、次、来年の5月にもう一回やるってことなんですけど、はい、その時にやったとしたら、要は5時まで使えるわけじゃん。それもっと人数出れるし、でそこの大会9時まで取れれば1日できるから、本当100試合ぐらい可能だよね。そしたらもう北海道初の100人規模の大会というか、はい、そういう可能性は大いにあります。非常に良かったですね。で今回白帯青帯多かったじゃん。で上の方の帯はぼちぼちだったんだけど、はい、白帯青帯多いっていうのはすごいいいよね、うん。これからもっとどんどん、そうそうそう。でオーバーリミットの札幌自体がだってできてまだ1年ぐらいでしょ、はい。でギムナイスの札幌から独立した形で作ったあそこの道場なんで、でだからこの、ね、1年間 で出た人たちで、しかもけどとはいえチームポイントはあのギムナイスに持ってかれてるんだよね。あ、そうですね。だそれちょっとすごいよね。うん、その主催のアカデミーが人数いっぱい出てチームポイントで1位になって終わるみたいなっていうのじゃないところも、これはちょっと特筆すべきところですよね。ということで今次回は、いやもう地元の大会、下の大会で負けらんねえってことで、そのでオーバーリミットも頑張るだろうし、まあ他の道場も、他の道場も3位のそのカズマル柔術も頑張ってたし、あのカズマル柔術の青帯の
石田くんですか、うん、もういい動きしてましたね。あ、そうね。だまだね、あの大会レポートとかね、すごい伸び伸びになっちゃってるんで、はい、多分来週にはあのレポート上がると思うので、はい、そちらもお楽しみにしてください。でそこでね、さとしくんが写真撮って、俺が動画撮って、はい、で写真撮ってなんかギャラ出ねえのかなんでブーってで打ち上げ料金が無料になるっていうね、ちょっとそもそもでね行ってみるもんですね。そうですね。だからブーって飲んで、やっぱりこう言わないとあれみたいな出ねえのかみたいな。あの呼び出しに出てたんでちょっとチャンスあるかなみたいな。そこでね、だから前もってる当日せっこい商売だれ、50万稼ぐ男が5000円よ。 1% じゃん。5000円の5万円の50万円でしょ。 1% だよ。ちょっと俺もらってないみたいな。それキョロキョロし始めて、あれみたいな。そしたらそこで主催で気を使って、成田さんいいですよ、お食事代はみたいな。いや、ありがたい、ありがたい話です。2万5000円使ってる男がね、5000円でピリつくんじゃないっつうんだよ。あれみたいな。しょうもないっていうこともありましたね。ありましたね、はい。はい、まあ、試合も盛り上がってきてですね。で、大会が終わって、一旦ホテル戻って、はい、ちょっとお昼寝して、はい、で、打ち上げやって、で、そこで、なんか変な肉とか食ってね、牡蠣食べて、お刺身あって、鍋にうどんがあって、はい、いろいろありましたね。ありましたね。美味しかったよね。天ぷらみたいなのも。あ、そうそうそう。で、二次会もあって、はい、二次会でいっそと揉めるみたいな。ちょっと場が凍りつくみたいな感じでしたね。そんなに。マジで。いや、けどあんなの一応3時だよ。いつもだよ、あんな。韓国にちょっとあったもん。タイでもありましたもんね。毎回あるんですよ。毎回あるんだって。いや、そんだけ不満も募るってことですよ。一向に改善はされない。改善されないですよ。いや、けど3年間4年間ぐらいさ、同じギャラでやってるんだったらさ、そのギャラが上がらない会社にいてもしょうがないじゃん。まあ待遇改善だよ。で、大会数増えて参加人数も増えてるんだったら、はい、ギャラだって上がってしかるべきじゃん。まあまあって思わない。しかもだって俺 SJJ 服の俺副会長なんでしょ。あ、そうなんですか。副会長らしいよ。おらしいよってやばいですね。いや、副会長って言ったら金一銭もらってねえんだから、みんな肩書きだけじゃん、いらねえよそんなもん。そうなったら5000円だ、それこそ5000円でもらった方がいいよね。食事代とも。食事代ほんとそうだよ。そういうのもありつつね。そうですね、バトってましたね。あ、2次会で2次会のコーラ飲んでましたけど、はい、で酔っ払っちゃって、はい、で寝始めて、はい、2時半ぐらいだよね。2時半ぐらいですね、撤収。であれ3時間ぐらいいたあそこの店。そうですね、3時間以上いた気がしますけど。本当にそんなにいた、うん、結構長くいたと思います。延々と3時間ぐらいですかね。でも延々とコーラを飲んで、はい、すごいですよね。そういう飲み会の場でお酒飲まずにいられるのすごいなと思って。そこで炎上してるんだから。一番酔っ払ってない人がそうですか、怒ってるんだから。しょうもない。しょもりしちゃうみたいな。けどあれ俺間違ってないよね。いや、まあそうですね。なんだよ、どうなの。いや、間違ってないと思います。いや、正当な主張でしょ、はい、青年の主張ですよ。いや、会社でさ、給料が上がれるなって、もうこの社長ってやってらんねえなと思ったらピッてやめるじゃん、そんな。うん、って思わない。そうです。会長で、なんだけど会長も本当にもうご機嫌になってて、いいねっつって、で先飲んでガチャンみたいな、誰が一番早く飲めるか競争を始めてさ、てさ、はい、ああいうご機嫌飲んでるすればこの野郎と思うよね。そういうところ見るのまた勝ちにとくんだよな。そういうのあるよね。で、そこの打ち上げが第2次会がありましたね、はい、2次会がありました。その月です、はい。で2時半ですね、はい、お店を出て3時です、はい、3時ですね。普通はもうホテルに帰りますね。したらそっから何がありましたか。そっからまた電話で。いやお腹の3時ですよ。ギリギリですよ。もうしこたま飲んで2時間で、はい、こうでソファで寝てた男が3時に野に放たれて、またそっからプラスアルファ、はい、プラスアルファ来ましたね。いや、おい、頑張る、本当すごい。いや、すごいと思ったよ、本当に。まあ僕はあの金屋さんたちと違って一日早く帰る、そうそうそう、まあ、予定だった。月曜日に帰ったらね、もう北海道ラストナイトだったんだよね、はい、まあそういう意味でも、そういう意味でも悔いを残したくないやつ。いや、そこで満足満足だったわけじゃん。
初日いい、ね、いい思い出も胸に帰れたのに、ここがまた、はい、ここがまたやっちゃいました。何かありましたよ、事件がありましたよ。これは延長までしちゃいましたから。そうで、そこで、はい、何をしたんですか。そこでですか。呼んだんですよね。呼びましたね。おいくらですか、おいくら万円ですか。そこはですね、19,000円。高い、はい、でも25,000円プラス19,000円。いや19,000円じゃないんですよ、はい、でそこのホテルっていうのは、はい、連れ込み料金でプラス2,000円かかるんです。あ、そうです、受付で払わない。そうで、もう呼ぶところまで俺ら見てて聞いてみててじゃあどんな女が来るんだっつってそこまで見届けないといけないっつってね。ロビーで見たら、お、結構可愛いじゃんみたいになって、で成田君がその女の子を連れてきた時にこうの3万円いいねっつってフェイスブックでいいねって言ってたからね。いやー、それまでは良かったですね。ちょっとね、にやけながらね、はい、帰っていきましたから、ね、404に。でそれでね、あの15と一緒にね、あの女どうなんですよ、あれをちょっといいと思ったみたいな。で俺らもうちょっとコンビニ行くみたいな。じゃあ俺たちはじゃあちょっとあの親食買って帰ろうみたいな。甘いもん買って帰ろう、帰ろう、甘いもん。そうで、その、あ、そのね、でそこでもう何が行われましたか、さとし君。まあそこでプラス延長料金。そう、何分で19,000円なの。私80分かそんぐらいだと思うんですけどね、はい、80分で19,000円、プラス延長料金8,000円、ホテル代にプラス2,000円。だからトータルでいくらですか。19,000円の21,000円の8,000円だから29,000円、25,000円以上ですよ。うわ、2日間で54,000円。すごいな。しかも延長料金 のお釣り持ってないってことで、そう2000円チップっていう。だから俺もおかしいだろ、取り立てるだろ。でそれががっくりなんだよね。それががっくりでしたね、久々に、はい、それはもう嫌な思い出。まあでも、うん、まあ、65点ぐらいとかですかね。先っちょだけ先っちょだけダメだな、本当に本当にいけませんだよ。そんなにね、ギラギラしてるの、そんなにギラギラしてるの、はい、いやもう5時過ぎでしたもん、だって多分帰ったの撤収。どうしよう、だって朝7時ぐらいに起きて行ってるわけじゃん、俺たち大体元気22時かな。そんなに働いてるの。しかもだってもうそんな金、そういうのも何にもないし、早く寝たいとかじゃなくてそっちに行っちゃうってすごいよ ね。股間から先に来てる、はい、充実のおかげか分かんないですけど足腰強くなった。足腰強くなったかもしれない。おかしいよ。19,000円、はい、いやーちょっと納得いかず。そうですね、まあリベンジ5月でしたっけ。え、まだ行くの。いや行く。5月は多分いけないで僕だよね、はい、季節労働者なんで、はい、すごいよ。こんなね、そんだけ魅力がある街、札幌。札幌そうですね、すっごい歓楽街でしたね。でも初めて歩いてると、街中のメインストリート歩いてるとエッチなお店の看板がいっぱいあんの、うん、あれって衝撃だよね。歌舞伎町以上の感じですもんね。街全体がエロの街だよね、はい、でちょっと綺麗なお姉さんが歩いててね、でいつもいくらって言って声かけたっていう。どうしようもないね、それはそれ。会長何がいくらなんだよっていう、歩行者に声かけちゃう。そう、いやそれぐらいみんなね、でもないですもんね。そのぐらいみんなにとっくるってさ、ギラギラして飲む使う打ってはいないけど、打ってはいないですけど、違ったも打ってんじゃねえかっていうぐらいニンニク注射的な。ニンニク注射そうです、白い粉かもしれないよ。もう大変でしたよ、はい、それがね札幌。そうですね、まあでもその翌日はオフってことで、そう健全にね、はい、俺がどうしても行きたいって言ってた白い恋人パークに、はい、行きましたね。どうしても行きたいと。180度違う展開ですよ、ね、そう、かわいいもんだろ俺はって。かわいいですね、女子が行きたがりそうな。そう、どうしても行きたいって言って、あのもうそっちの方でどうしても行きたいってことで連れてってね、はい、あの男4人で、そう、男4人でおじさんたちが。で、そこでね、手作りクッキーね、はい、男4人で、そう、いや、男俺だけなんで、俺しか有料だから俺しかやらないんで、みんな外で待ってますみたいな。1000円ぐらい付き合うだろ、今の5000円払ってんだったらさ、972円だよ。で、俺一人でなんかチョコペンで
書いてさ、こんな帽子もかぶって、その姿見たそうで、みんなが家族とかでやってんので、子供がやってるお父さんがビデオ撮ったりしてるんだよ。で俺ビデオ持ってたんだよ、僕たち外にいますみたいな、俺一人みたいな。あれ何なんだよ、あれは付き合い悪いんだよ、ビデカメがかれても来てもいいだろう。すごい光景でしたね、あれは。もう真っ先に行ったもんね、予約だっつって。どうしてもこれやりたいっつって、4階まで、はい、駆け上がっていきましょう。いいんだから、駆け上がっていったって。けどそれやって、はい、白いコビットパークでね、あの石屋製菓のね、はい、歴史が見れたり、白いコビットの生産ラインが見れたり、で、あとカフェで白い恋人のあのロールケーキ、バームクーヘン、はい、あとクッキーとか、あとコーヒーね、ホットコーヒー、アイスコーヒー、アイスコーヒーじゃねえ、アイスチョコレート、ホットチョコレートと、はい、で2500円だっけ、2500円ぐらいの、ね、あれがね、千引き屋の姉がこういうので来るみたいな、はい、あれ一人で食べましたね、2段のやつですね、2段のやつ、あれ良かったよ。だ白い恋人のロールケーキってすごい興味あったんだけど、あれ丸々1個って、あれ近く通販でしか買えないじゃん。へえ。だから食べたいの食べたいのと、それ全部が食べられるセットがあったから、うん、もうすぐさまそれ食べて2500円かみたいな。で2万5000円からベゼロ1つ違いますから、まあ、違いますね。だあれカップがね8000円でね売ってるね、はい、そのドリンク用のカップが、そうそうそう、すごいいいの、バンホーテンで、それでね、飲んで、まあ、すごい良かったですね。はい、で、お土産も買って、自分用のお土産も買って、はい、ね、楽しんだんですよ、俺は。ちょっとお昼に、ちょっとお昼に楽しみます。俺、健全だよ。そんな予算もねえし、ASJJF は金くんねえから。喧嘩しちゃう、喧嘩しちゃう。そう。それだって買ったもんね、白い服って買ったよね、はい。あ、僕も買いました。どうだった？好評だった？お土産。あ、お土産好評でしたね。なんかあの抹茶のやつ、あれだ、限定ですか、期間限定の、店だかなんだか、はい、美味しかったです、あれも。そうだ、それで、サトシ君は帰っていったんだよね。はい、で空港でお風呂なんだよね、温泉が。あ、そうですね、そう、そう、そう、はい、俺もその次の日のお昼に帰るんだけど、また雪で、要はジェットスターとか遅延になるじゃん。でそこで俺がもう遅延になっちゃって、で、そこに入った、俺も入った、成田君も入ったもんね、1500円。はい、1500円。で、あの露天で、俺、雪見ながら露天風呂が入れるっつってね。へー、ああ、そっか、雪降ってたわけですもんね。そう、お湯に浸かりながら顔に雪かかるみたいな。だから、あれはそうそうそう、それは、なんかいな、ね、そういうところからできないよね。そうですね。山の方の温泉行かないと。温泉っていうか、そういう外のお風呂とかあるから、そういうのはいいけど、あれはすごい良かったよ。だから、遅延して今回、逆に良かったよ。結構ゆっくりできますもんね、空港で。映画館もあって、そうそう、山飯食うところも、フードコートもいっぱいあったし、ありますね。で、本当だから、あそこの何、すすきの空港じゃなくて、なんだっけ、新千歳空港、空港あん中でもいろいろできるよね。はい、あの名物の食事はあるし、お風呂あるし、映画館あるし、結構エンタメあったよね。あとホテルもあったもんね。はい、マッサージ屋もありますしね。そう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 、すごい良かった。あのね、お風呂は良かったな。すごい良かったですね。サウナもあって。そう、ちょっとあんまり入りすぎて、俺頭痛くなっちゃった。だから風呂出ようかなと思ったら、そこになんか出るときになんかサウナがあるの見つけて、はい、あ、こっちも入っちゃおうみたいな。さ、頭痛くなっちゃって、脱水症状かなんかしてね。いや、けどあれ良かったよね。お風呂もだって全部入ったもん、俺。水風呂以外全部入ったよ。ジャグジーみたいなやつ。で、外のも入ったし、で、湯船に入って顔だけ当たるじゃん。で、それですごいなんか冷たくてあったかくてみたいな。すごい良かったよ、あれは。1500円で楽しめるのは良かったよね、はい、楽しかった。で、そのためだと俺コンタクト入れたもん、風景見れるかなと思って。 であそこからね、はい、あそこの柵かかって、その上何かなと思ったら駐車場でやるんだよ。飛行機が見えるのかなと思ったら駐車場でやるんだよね。飛行機見えなかったですね。見えないよね。なんか音は聞こえます、遠くだよね。あれ飛行機見えれば持っていいんだけどね。呼びののじのぶっちゃったもん。したら駐車場になるの。なんだよこれと思って。奥だったらね、飛行機がちょろっと見えるんだよね。あれいいよね、けどね。あれいいですね。あそこで飛行機見ればもっといいけどね。うん、よかった、北海道は。へぇ、誰だか、その何万円も使ってプラスマイナスというか、プラスですかマイナスですか。あ、まあプラスですね。あ、そう、本当よかった。よかったです。何が一番よかった。何
何が良かったですかね。まあでも飯もうまかったですし、うん、そこら辺ですかね。でもまあいろいろパトロールしてみたいですけどね。もっともっと、はい、だから成田君のパトロールにはね金銭が伴いますからね。そっちのパトロール、ね、金銭がね伴いますからね。でも全然金使ってないな、そういう言われてみると。接待絶対全部お金出してくれるしね。もっとテレスタッフですから、君自費ですから。自費参戦ですから。そうけど、とはいえ、東京からジェットスターで行って、で手荷物だけで7キロ手荷物持っていけるね、はい、そんな道着と、まあ、着替えとか持っていけば7キロで収まるじゃん。うん、で、3000いくら、1万4000かかんないでしょ、飛行機代だけで。ホテル2泊してあそこだと5000ぐらいでしょ。そうですね、2泊で。まあそうですね、で参加費込みでも、ね、2泊3日で行って、そのエッチのお店なしにして、はい、飯食って、うん、打ち上げ行って、であと白い恋人工場とか行ってけば全然ありだよね。あと俺ラーメン食わないけど、ラーメン横丁もあるし。ラーメン、あーいいですね。あとあれだ、大磯だ。ああ大磯だよ、ね、あの海鮮、海鮮のやつとかも。いいですね。二条市場、二条市場、あと大きいリンゴ、大きいリンゴもあるし、はい、カニ、俺カニ嫌いだけど、うん、めんどくさいじゃん食うの。まあまあまあ、そうですけど、カニカマのが好きですから。だから北海道はいいよね、はい、北海道いいと思うよ。で次の大会5月とかでしょ、はい、寒くないじゃん、はい、うん、であれもあるじゃん、時計台、時計台もあるでしょ、いい、ね、動物園とかもありますもんね。動物園で上野の方がいいだろ、パンダいいんだから。パンダいるから上野の方がいいだろ。わざわざ北海道行ってまで見るもんある？わかんないですけど、何いいのか。ゾウとか有名じゃなかったでしたっけ、ゾウの花子でしたっけ、北海道ですか。なんかゾウが有名だった気がしたけど違うかもしれないですけど、旭川なんちゃらですね。ああ旭川、旭川まで遠いんだもんね、うん、ちょっとあるみたいですね。だからもう北海道だ、今回のだ、今回だ、こういろんなことありましたって、まあ、そういうエッチな話もあるけども、だから行ったら行ったで楽しいと思いますね。練習だから、あのオーバーリミット札幌なんて、あんなすすきのど真ん中になるからね。いやーすごいよね、あそこで。もう大通り沿いですね。そうだから本当日本、東京で言えば竹下通り沿いにあるみたいな、うん、そんなとこだよね。竹下通りとか竹下のちょっと、うん、裏腹にのところにありますみたいなノリだよね。かま靖国通り沿いとか、そうそう、すごいですね、立派なキディランドの並びですみたいなノリだよね。でそこにあって、だからそこでも練習できるし、大会 の前日もやってるから練習できて、で試合やって、うん、であの飲み食いして帰ってきても全然いいよね。だから観光プラス、だからいつも言うけど海外のアジアもそうだけど、観光プラス車で行く中ではちょっとお手軽に行けるよね。北海道ってなんかそんなことでもないって行かないじゃん。俺多分何年ぶりだ、10年まで行かないか、何年かぶりかに行ったけど、まあ、ガラナもあって、あガラナある、北海道ガラナ、ちょっとコーラ味、コーラのガラナ風味みたいな。北海道行ったことある？一回もないんですよ。私北に行ったことなくて。そう、だからこういうタイミングで、行ったことないし、行ってみようかなっていうのも全然あるで、ね。そうですね。だそうしたら北海道まで行ったら、だって全然知らない人で試合するわけじゃん。まあ海外っぽいですよね。そうそうそう。それはそれで、ちょっといいよね。でしかもで海外はちょっと英語通じ、英語わかんないしとか、なんだったら日本語だしね。はい。すごい北海道大会は良かったと思います。本当お世辞抜きにいい大会でしたね。はい、まあ、その後のね、これからどうなっていくかっていうと1回目だったからね。今回の成田君も思い出で来て。はい。まあ一生いっぱいで。一生いっぱい。夜の方も一生いっぱいと。一生いっぱいですね。もう中折れ成田と。NN です。ちょっと最近続いてますね。ダメですね。夏ですね。そうですね。いやもう本当しょうもないね。はい。そっちの方も元気を出してください。はい。はい。そんな北海道大会でした。はい。はい。では次に行きます。はい。はい。12月11日、エース JJF ドゥマウ九州大会展望。はい。じゃあここでね、エイソンと揉めた一員がこのドゥマウ九州大会ですね。はい。もうこの週末ですね。そう。で、グランプリの、ライトウェイトグランプリのスーパーファイトの決勝戦がありますね、陽介と高山君、これのレポートをどうすんだみたいになって、行くのか行かないのかみたいになって、で今大会、なんだかんだ400人くらい出てるんだよね、で経費がないわけじゃないのに、でどうすんだみたいな、いや、高いから行けねえみたいになって、はい、
でそれはおかしいだろみたいになって、したら前の大会は赤字だったからとか言って、けど俺たち1回戦準決勝ってなんで決勝数やられねえんだみたいになるわけじゃん、はい、でそこでプンスかなったんだよね。で、まあ、結局これはあの向こうにいるカメラマンの方がやってくれることになったから、そう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 、うん、それはそれでちょっといいんだけど、だからということで今回の一番の目玉は陽介対坂上の、はい、ライトウェイトグランプリ76キロ以下級のベルトトーナメント、日本で初めての柔術のチャンピオンベルトがかかった試合がここで行われるわけですよ、はい、決勝戦と決勝戦が、でここで今陽介が、前回大会でアンデルソンから一本勝ち、はい、で坂上くんもチャールズ・ガスパーから一本勝ち、一本勝ちした同士の2人の試合、ね、でこのためにね、新川さんだ、坂上くんのコーチの新川さんは自腹で行きますからね、九州まで。おそのくらい気合入ってますよ、はい、大阪チーム。大阪にね、今ね、大阪盛り上がってますよ、坂上くんもね。でね、今ね、ドゥマ、エースデジオドゥマってやっぱ日系ブラジル人が強い。はい、その中で、でもう勝ち上がってきたのこれ坂上くんですよ。ここはね、頑張ってほしい。陽介だってね、もう全部のタイトル持ってるんだから、ね。ヨーロピアンチャンピオン、はい、ね、SJJF ワールドチャンピオン、アジアチャンピオン、ね、こんだけチャンピオンのタイトルがある人を、ね、にね、チャレンジする坂上くんがね、どんだけの試合をやるのか。陽介はね、単独参戦ですから、おソロ活動ですから。あ、そうなんですね。そうです。なので坂上くんはね、新幹線いますからね、はい、ここでどうなんだっていうところをね、ちょっとね、興味深い。この試合のね、レポートはね、ちゃんと写真が届けばやります。お動画はもうちゃんと撮ってもらえるはずなので、はい、で、はい、当日アベマ TV フレッシュ、はいはいはい、でもやりますね。あ、そうなんですか。なんかアベマ TV フレッシュって、はい、あの普通に申請すれば撮れるじゃん。うん、でそのままでやると画質もいいし、はい、あの俺らが配信して使ってる時 YouTube ライブじゃん、はい、だけどいいよね。アベマ乗り換えますか。だからそれ今時感ありますよね。あれ、まあ海外から見えないっていうのはありますけどね。あと、いや、アベマ TV フレッシュは見れるのよ。アベマ TV は見れないの。フレッシュは見れるんですか。フレッシュは要はこじあかおとか、あれは見れるのよ。あ、そうなんですか。そうだから、けどなんか後追い感があるじゃん。まあ、JBJJF やって、そう、バリカタがやってみたいな、はい、JJFJ もやってます。 JJFJ やってますはやってないですけど、だからそうなってくると、あ、まあ、YouTube ライブでいいかなっていうのはあるけどね、うん、で来年1月のやっぱここで生配信だ。今回から、あ、今回前回から、フルホースが離れて映像がないんだよね。だから今回、しかも決勝戦もあるし、ちゃんとやった方がいいよっていう話をして、で今回はその映像は残る。でそれで生配信がアベマフレッシュで、アベマ TV フレッシュでやるってことなんで、はい、だそれも一応いながらして見れると。うーん、日曜日、ちょっとこれはね、あの楽しみですね、はい、でそれで、それ以外にも黒帯の人もね、あの河村沢田選手が出たり、あとフランコとか、フランファミリーも出るし、はい、あ、そうです。そうすごい。だからこれ、あの九州大会は本当九州だけでちょっと独自 の、 あの前から盛り上がりがあるけど、それは続いてますね。でなんだかんだで400人出てるし、でまたすごい、盛り上がりがそのまま持続してるのはちょっと間違いないと思うので、これはこれちょっとお楽しみだと思います。あのアベマ TV フレッシュで多分これも実況入れるのかな、 DJ マーズがやるのかな。だからいつも言うけど、その柔術の試合って、はい、試合だけダラダラ流されても辛いじゃん。うん、だそこの部分で配信の解説とかがあると見やすいよね。見やすいですね。だから、はい、今回はちょっと外側からあの客観的に見れるからいいのかなと。俺もこれは、見ようと思ってます、アベマ TV フレッシュで。でも前日もなんかその煽り番組みたいなやるみたいなので、あ、結構力が入ってる。そうそうそう。で、あと陽介のセミナーも前日に急遽決まったみたいで、お、小遣い稼ぎで現金収入現金収入大事ですね。そうそうそう、はい、大事ですね。ブラディッキブラジル人出稼ぎですから、ね、出稼ぎですよ。 でそれで、前日がルールミーティング、陽介セミナー、当日が、試合がアベマ TV フレッシュで見れる、はい、そしてスーパーファイトがの決勝戦があると、はい、いうことなので、これはもう来週ですね。あのちゃんと映像が撮れても長さ当分先になると思うけど、スーパーファイトはルールって、まあ、あれです、時間、20分で、ノーポイント、はい、でオンリーサミッションで、20分の試合が終わったら、ポイント判定の10分間かなでやると思います。だこれがね、坂上くんはどうなるか、もう下馬評で圧倒的に陽介有利なんだけど、そろそろ、ね、世代交代してほしい。陽介もね、37、8、そのぐらいですかね。そのぐらいだよね。
家建てましたからね、陽介さん、はい、ローンもありますから、ね、ローンもあれ、ローンも担いでますから、だからセミナーやって稼がないといけない、いやけど陽介は来年仕事工場勤め辞めるかもしれない。え、そうなんですか。いや道場、え、今新築の家の1階が道場で、はい、上が住まいなのね。ああそうなんですね。そうだから道場を作ったから、はい、そこで1本で食っていくんじゃないかっていう。へー、イザベレットね、陽介今話してるんだ、もう陽介はもう充実一本してんだけど、イザベレは働けみたいになってるらしいんだけど、あそういうのもありますからね。いや陽介のね、だからベルトを持ってるか持たないかまた変わるかもしれない、はい、けどもう四十ね、まあ、シニア2、あシニア1か、シニア1、ね、の人がまだその日本最強の一角にいるっていうのも、ね、うん、どうなんだ、世代交代しないといけませんからね。アンデルソンも決めちゃうわけですよね。そうで、その日本人がね、ここの決勝に勝ち上がる、これ、はい、もうダークホースのダークホースです、うん、坂見くん。すごい。これをね、ちょっとね、押したいですね。坂見くん、頑張ってほしいです。もう用意してもタイトルいられるんだから。こんだけあるんだからさ。いっぱい持ってますからね。いっぱい持ってるのが1個ぐらいね、坂見くんにもね、出したいです。そしてね、ジュースプリズムもベルトあるはずなんですけどね。あれ、一体どこにあるんでしょうか、今。どっか行っちゃいましたけど、あの辺にあるんですよ、倉庫にあるでしょ、探せばありそうです、はい、したらジュースプリストのベルトも何かで決定戦やって、はい、それダブルタイトルマッチ、統一戦、統一戦 AWA と NWA のね、統一世界王者的な、そういうのできますよ。ビッグフェア対ね、ビッグマーテルみたいな、イニシエのゼリオンプロレスみたいなありますよ、そういうのも。 IWGB と NWA のね、ビッグフェア対ね、グレートムタ的な、全然わかんないけど、そういうのもありますから、はい、タイトルマッチ2017年あるかもしれない、あるかもしれない、ないかもしれない、ベルトあります。どこかに、どこかに探せば、探せばあります。掘らないときません、はい、はい、そんな、まあ、九州大会、アベマ TV フレッシュで見れます。ぜひぜひこの陽介対坂上、これをねぜひぜひ見てください。お願いします。8月、10月、12月のね、もうこの、8月が4ヶ月にわたって行われたこのね、はい、決勝戦ですからね、うん、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、次に行きます。はい、12月18日 JLT03 最終締め切りまで参加費5000円で出場可能に、はい、ということで、これもね、その、ドゥマウのライトウェイトグライプが8、10、12だとしたら、この、はい、JLT はいつだっけ、1回目9、11、12、だ9の前だ、7だ、7、9、12ですよ。はい、ライトウェイトグランプリより前に始めてますから、このねランキングの第3回大会の今回の決勝戦、はい、もうランキング絡む人たち全員もエントリーしてます。でそれ以外の人たちもどんどん入ってます、はい、で参加者少ない、相変わらずずっと言ってますけどね、少ない、ね、少ない、ちょっと寂しいということで、はい、参加費5000円にしました。据え置きと、据え置きです。はい、据え置きで12月12日の月曜日が最終締め切りですね、はい、そこまで5000出れます。無差別連れて2000円、はい、7000で出れますから、はい、これでもうぜひぜひ出てください。で今、主要選手だから青帯のフェザー級と、オープンクラスライトですよね、はい、マーティウス・オンダを巡る戦いが、はい、まあ、過激になってるんですけども、はい、マーティウスと、筆頭ですね、ランキング1位のマーティウスに、うん、大柳君と鈴木誠のカルビディウムチームが行くと、はい、あとストライプの茨城の風間選手が行って、はい、でそれであとは紫帯ですね、そこにファベーラと、はい、坂井選手のこのランキング争い、はい、そこにホベルチ、小田が、はい、突っ込んできましたね。小田君がね来ましたよ、はい、富山からずんどこ来ますよ、はい、でそして茶帯のライトフェザー、これも熱い、はい、で、ブルーの石、ブルーの山本ね、はい、ブルーのコンビ、はい、そこにね今泉選手がね階級を落としてライトフェザーに出てきます、まあ、現在4位と、4位と、はい、そこにねまたタク石、はい、AOJ、はい、はったきましたね、タク石もいます、はい、そしてフェザー級に、サラーダ、マーソメデイロスがいて、はい、ライト級に、あいつがいる、オブソン・タンノ、あ、タンノ、タカノ、はい、結構でそこにフェリペ・アラウン出ます、入りましたからね、はい、ワンマッチ決勝戦ブラで、でオープンクラスのライトですよ、茶帯のブルーの石、ブルーの山本、はい、フェリッペ・アラオンでサラーダ、この4人インパクト BJJ、 そこにホブソン・高野、はい、で今泉選手、はい、6人中5人がねまだ日系ブラジル人ですよ、日本人がそうですね、こういうのですよ、今泉選手どうか、けどここで勝たないとランキングの3位には入れませんからね、そうですね、ダブルゴールドが、ね、必須ですよ、はい、この争いがまた
まあでも今泉選手バチバチこう決めてきましたもんね今まで。だから、ね、ブルーの石のねガラスのね足首ですよ。また決められるんじゃないかっていうガラスの足首大丈夫でしょうか。さっき狙われてますね。狙われてます。またね足首決められたら無差別のが出れなくなりますから。ブルーの先生9番団地子供ガラスの足首大丈夫ですか。いやどうでしょう。俺はガラスの膝ですけど膝が痛い。9番になるから膝が痛くなるっていうね。ブルーの石も大丈夫かって。ブルーの山本もいますからね。だからこんだけね今泉選手とねやっててね、そろそろもう気するものあるでしょ。足だけは触らせねえって言って、まあ対策はそれなりにねえ、はい、どうなんだろう分かんないけど。でそこにまたパク石もいるわけでしょ、はい、今あの三崎道場で香取道場で、ね、指導員として始めましたから。パク石もでも久しぶりの試合になるわけですよね。でそこで他のだからフェザー級はファベーラじゃねえ、あのサラダでしょ、はい、サラダばっかり食べるからサラダっていうあだ名がついたっていう。あ、そうなんですか。それでサラダ、昔減量でずっとサラダ食ってたから、はい、お前はサラダ好きだなみたいなってサラダってあだ名になったっていうことが韓国で発覚しました。なんでサラダなのって、サラダ好きだからみたいな。しょうもない、シンプルでいいですね。分かりやすくて、そうそうそう、で、はい、サラダがいて、でそこにホブソン・タカム、今ね最も勢いがある日系ブラジル人のチャオビだと思うんですよ、はい、でそれの、フェリペ・アラオン、フェリペ・アラオンはねまだチャオビになって曲がらないんですけど MMA とかでも出てる選手なので、この一騎打ちもこれはこれで 見どころだと思います。そして無差別級にね、もうインパクト BJJ4 人がずらっといくから、はい、でもしかしたら表彰台全部ねインパクト BJJ がね行くのかもしれない。いやそこにストップをかけるのがホブソン高野かもしれない、はい、だからこれをめぐる戦いで今泉選手がそこで勝たないとランキング入れませんからね。これを含めてのこのね JLT の03、はい、これはね非常にね興味深いと思います。5000で出れます、月曜日までと。出るのかな、はい、今更出ないのかな。いやどうなんでしょうか。今何人ですか参加者。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,33,34,35,36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 ,
半日大会、階級が人がいないっていう、そう、一人のところが、ね、はい、相手がいないっていうところが結構多いので、多いのでそこら辺の人たちもぜひエントリーしてもらえる、うん、あの女子もエントリーしてきましたね、溝口さん、ね、はい、シニアのライトフェザー、シニアのライトフェザーってこれ55キロ以下かな、他にもいますよ、シニアのライトフェザーもいるし、はい、で、マスター紫部のミディアフェイブでディオゴ中川もいますしね、はい、急遽参戦と、そう、養育費が払っているって、毎月5万円払ってますからね、はい、20歳まで、20歳まで、あと10年かかるってね、はい、パパ頑張りますね、そういう人いますよ、白帯もあるし、アダルトはライトもあるし、ミドルもあるし、はい、ね、白帯もあのルースター、フェザー、ミドルってあの揃ってますからね、はい、でワンマッチで決勝戦がちゃんとメダル、優勝、準優勝出ますからね、はい、あのでこれのいいところは、あのこの間の北海道に言われたんだけど、全階級の表彰台がブラジルブログに乗ると、ブラジルブログにやっぱ乗りたいもんなんですかね、まあでも写真がこう残るのは、そういうところに乗るのはいいのかな、はい、いいんじゃないですかね、一人優勝はあの載せなかったんだけど、北海道もこれも多分一人優勝のところに載せないけど、それ以外のところはシニアだろうがマスターだろうが全部あのブラジルブログに載せますので、はい、それはそれでちょっといいんじゃないでしょうか、ちょっと思い出作りに、うん、はい、今ねあのブラジルブログの写真をアップするフォトゾーっていう写真のサイトがダウンしてまして、はい、写真が、ね、上がらないっていうのがありましたからね、へー、そうそうそう、ちょっとねあの今トラブル続出なんで、なんかバナーも見れなくなったりしますね、そうそうそう、だから一回ね写真をねあのライブドアの方にアップし直さないといけないですね、そういうのも今あるんですけど、はい、けどこれは全部載せますから、はい、出たい人ぜひぜひ5000円、1回釣れたら2000円、はい、どうでしょうか、12月の18日ですね、はい、そうですね、試合は、はい、これが俺年度最終戦かな、25日はあのにもドゥマウの大会あるし、29日かな、雷神のトーナメントがあって、はい、そこら辺全部俺行きませんので、あ、ドゥマウも行かない、そう、クリスマスは忙しいんです、はい、エクセスさんのワンマンがそうですね、ノシタルと、はい、ノシタルのね、あの激盛りのおっぱいを見ないといけないんで、これはしょうがないですね、持ってますから激盛りですか、激盛りですよ、山盛りですよ、すげえいろいろ入れてるらしいですから
そこ見に行かないといけないですよ。今日は何入れてるのか、何です、ね、夢が詰まってます、はい、そんな、12月18日のこの JLT 5000円です。よろしくお願いします。お願いします、はい、続きまして、はい、長いな今回も。長いですね。長いな。次は新商品紹介。はい。商用ロールアルミボトル。はい、出ました。ということで、これね、俺が韓国から帰ってきたね、飛行、あの、成田エクスプレスじゃなくて、あの電車の中で、はい、こういうのが出ますっつって、見て、成田君、どうする買うって言ったら、僕は買いませんって言った。この商用ロールのアルミボトル。はい。クリーンカンティーン。カンティーン。さあこれがおいくら前でしたっけ、7000円です。7000円ぐらい、はい、送料入れて結構なお値段なんですけど、これどうですか。まあちょっと大きめのボトルで、いい、ね、なんかこんなんいろいろ入ってる。あ、なんかいろいろ入ってるよ。え、説明書、ね、説明書、日本語版の説明書も入ってる。おお、ちゃんと日本語だ。もう破れちゃった。これね、でこれでね、保温、あ、これがこれこうなってたんだな。多分そうですね。これと同じ感じですか。そうね。そう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 。これをね、7000いくらでね、これ買うかどうかっつってね、はい、成田君は買いませんでした。はい、2万5000円をね、そんなところで使えるんだったら、そう、俺はこっちを買いますね。延長もできないですかね、これだと。足りない。延長料金足りない。そこでね、はい、その時間内にフィニッシュしておけば延長しなくてよかったんだよ。これも買えたじゃん。そうです、ね、お金の、だから俺とはね、イデオロギーが違うんだよね。俺は物に行くんだよ。そんな消え物には行きませんよ。だから俺、食欲とかもそんな、あんないいものとか食べないじゃん。松屋のシチュー定食とかで全然幸せな人だし、美味しい、美味しいですね。リンゴとか、そういうのが好きだから。イチゴとか。イチゴとか。イチゴとかね、そうそう、そういうのはいいんだけど、そんなの高いしれてるじゃん。1000円出せばいいの、いいイチゴ食べれるじゃん。そうですね、そんな8000円の赤貝食いませんよ俺は。ね、このね、はい、醤油ロールだからこれずっと残るんだよ。でこれでほらここでほらあのなんかバーコード入ってるけど、これにほらスターバックスとか言ってさ、はい、あの今日のコーヒーみたいなベンティーサイズなんか入れちゃって、はい、一番でっかいのいきますね。そうそうそう、ちょっとあれでしょ、エコに気をつけてますみたいな。まあこれは保温もいけるんですもんね。意識高い系の魔法瓶的な。そう、意識高い系のね、こういうの、これでこの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 でぶら下げちゃった人ってどう、これどうですかこれ。けどね、この俺使わないんだよね。持っておくのが大事だから。今はだから結構ありますよね。いっぱいあるよ。溜まってきたわけですよ、ね、溜まってきたの。そういうの俺物好きですから、最近始めたね、このあのアルミボトルコレクションシリーズ。最初に手に入れたのがあのパープスね。はい、あれパープスが何本かあって、だから一回プレゼント出したもんね。ああそうですね、帰国階級のやつも出したし、はい、その後にあれ買ったね、スタジオ540のやつ買ったね、はい、でその後にこの間のバイラス買ったね。バイラスあって、でこれ買ったんだよ。だから本当にだね、これこの間買って、これ高いですね。そう、今年の冬はこれ使おうなんて、もう早1ヶ月以上経ってますけど、まだこれがついてますね。そうなの、そうなんだ。買って満足しちゃうんだよね俺。洗ってもない感ありますけどね。けどこれがね13ドルですよ。これはいくら前ですか。7000円。そうだから、いやこれがこれがこのこのショーロールのロゴのマジックなんですよ、はい、ここに例えばこれにこのショーロールロゴついたら1万円になるでしょ。けどこれが何でもなんか、まあ、品質は多分一緒だと思うんですよ。だからそれ道具も一緒ね、何の道具でも一緒なんだけど、ショーロールが出すショーロールのこのロゴのマジックで、あ、欲しいってなったんですよ。これが何でもないさやつで書いてあったら買わないじゃんって思わない。そうですね、いや買わないです。僕もスタジオ540のは買いましたけど。使ってる？使ってないですね。使ってないんだよね。そう、こういうのちょっとあれもロゴのマジックだよね。あれもロゴのマジック、スタジオ540ロゴかっこいいなって。あ、だからいかにロゴの、ね、重要性かっていうのちょっと思いましたね。でもこっちよりこっちの方が洗いやすそうですよね。こっちだとちょっとなんかあスポンジ入らないじゃないですか。高さがありますもんね。あ、けど、あ、今そのこういうのやろうね。そうそうそう、あのボンボンみたいなやつの、ね、やあるもんね。それ持ってるよ。そういうの持ってます。でこれでねやればね、これで今年の冬はあのホットカルピス飲むかなと思ってる。ホットカルピスかゆず茶。え、冬場にちょっと甘いやつなんですね。よくない？ホットカルピス。ホットカルピスだって先であったかまも飲めてるよくない？
ホットカルピスって、うん、あのカルピスお湯で薄めればいいんですか。そう、ホットカルピス用のやつがあるのよ。あーあるんですね。あの普通のカルピスは飲まないんだけど、はい、冷たいやつはホットカルピス飲むんだよね冬。ゆず茶と、ゆず茶、ゆず茶美味しくない。あれ冬になると飲みたくなるよね。だからこれに入れてね、ちょっと持ち歩いて飲もうかなって思ってます、はい、7000円ぐらいだったけど、もうけどもうこれ完売してるからね。いや、なんだかんだすぐ完売してるね、はい、やっぱ買う人いいんだなって、うん、しかも日本限定か。あ、そう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 、ね、ほらそういうの弱いですから、日本限定とかなんとか限定って言われると、はい、いつでも買えると買わなくなるけど、今買わないとって言ってピッ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 買いましたからね。これ醤油ロールのボトル、はい、はい、持ってる人は俺も持ってますって言ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そしてヨーロピアン2017展望、はい、もう、はい、これは飛ばしましょう。もういいですか、大丈夫ですか。ちょっと疲れてきちゃった飛ばしましょう、どんどん、はい、はい、これまだまだ期間ありますか、はい、次の機会もうちょっと近づいてきた時に。そうそう、あ、もう結構あの行くのが決まって、日程決まって、俺、はい、1月15日から10日間投げんだよ。イスタンブール航空だからなんだかよくわかんないけど、はい、そんなやつで行って5万8000円ですよ飛行機代。え、安い、ね、安いけどホテル代が1泊1万するからた、だあ9日間で9万じゃん、はい、でそれをどうしようかっつって、まあ、ちょっといろんな人と、割り勘していくんだけど、でちょっとさっきエントリーリスト見たら、タミレス秋野さんに出ますね。お、タミレスさん出ます。あとマイスターバストスも出ますね、はい、でちょっと GF チームの女子部とね、はい、ちょっとまた交流深めてこようかなと。いいですね、はい、タミレスさんとちょっといいなっていう、はい、ツーショットもあるかもしれない。いや、タミレスさん可愛いんだよね。タミレスさん可愛いですね、あ、可愛い、あの可愛い、最近ちょっとね、彼氏でウキウキしてるから。そうなんですよ、もう残念な。けど、タミレスさんがシングルだとしても、別にこんな年に1回しか会わないやつにどうこうってねえだろ、別に。なんでそこで、あれなの、あ、アイドルに彼氏がいると嫌なタイプ。別にいいじゃねえかよ。そこでなんで彼氏がいるとそこしょんぼりするのかがわからないよ。なんで？そうですね。さあ、タミレスさん。いや、ちょっとみたいな。チャンスないから、別に。極東の。極東のこんなね、わけわかんない、んなメガネのちょびんにね。2万5000円使ってる。2万5000円。タミレスさんと、どうこうってロマンスがあるわけなかろうが。なんなんだろう、それ。射程距離内いると思ってんの。それはそれ、ずずしい男だね。夢持つね。いやー、まあ夢あった方がアイドルに恋するタイプのガチ恋か。ガチ恋系ですね。いいじゃない、あんなの、はい、まあタミレスさん出ますから、はい、ちょっと俺はちょっと話してきますよ。ヨーロピアン、ヨーロピアンね。でまあそれもあるんですけど、まあ、あのヨーロピアンは近づいてからまたしっかりやりたいと思います、はい、ということでさらっと飛ばします。はい、続、はい、きます。はい、柔術ナード1月発売決定、はいはい、ついにですね。で今年で、今年の出張シリーズが本当は今週末の佐賀行くとか行かないとかあったんだけど、それがもうなくなったので、はい、もう、もうこれから1ヶ月はもう俺ずっと日本にいると。お、日本にいるし小岩にいるので仕事ができる。はい、小岩に、小岩にいるのでお家発表する。そう、我が町小岩にいますから、でここで仕事ができるってことで、柔術はついに触りますよ。もう今年だから2016年一冊しか出してない。ああ、そうですね。だからもう2017年の1月にヨーロピアン前なんかヨーロピアンアイトなんかわかんないけど、この1ヶ月でガッチリとやって出します、はい、前回出したのがいつですか。5月ぐらい5月ぐらいだった気します。で、はい、そこで、ブラジル特集のサンパウロ編出しましたね、はい、でヨーロピアンとパンナムの特集出しました。ということでそれ以降の大会、ムンジャル、ワールドマスター、 SDGIF のワールド、この3大世界大会、あとブラジル特集のリオジェネイロ編で、もうウゴ・デュアルチのインタビューもう1年経ちますよ。ウゴ・デュアルチ1年経ちますか。1年経つよ、だって1年以上ですね、もう。いや1年だよ。あ、そう、1年以上か、去年の夏だもんね。去年の8月から9月に。そう、ウゴ・デュアルチの自宅でね、はい、やったあの1時間半にわたるインタビュー、はい、あれを、がっちり載せます。あと、コパカバーナ柔術マップ、はい、あと何があったっけ。あの黒窓とかも、マーシュ黒窓はね、もう次回でいいです。ルタリーブレだけど、柔術の後にルタリーブレ2人いらねえだろ。あ、まあそうですね、確かに。そう、あとは、あと何があったかな。あと、あ、あとあれもあるね、本当は、ホーケル・グレイシーのプチインタビューもあって。ああ、そうですね。
いろいろあるんだけども、はい、まあ、ちょっとブラジル特集もちょっとやりつつ、はい、あと、2016年度の、総括座談会もありますね、はい、あれを、座談会をやって、2016年振り返ろう企画、あとは2016年の MVP だったり何だりかんだりを、あとブセシャもありますね、あブセシャの、はい、ついに関東インタビューがワールドチャンピオンですからね、もうこれもやっとキャッチした、はい、ブセシャをね、あの30分間のショーロールのこのショーロールのオフィスで、ね、ベアにちょっと白い目向けられて、社長室でやったっていうあのインタビューもね、はい、ありますし、ちょっとこれはこれでまたあのここでしか出せない情報がいっぱいあるので、はい、まあ、本当にあの700円マニアの方にお届けできればと思いますので、はい、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。やっとやりますね。やっとですね、やっとやります、はい、だあサトシ君は、アジアオープンのレポートですね。あと座談会とかですかね、そのぐらいでしょ、はい、それ以外全部俺、はい、頑張ります。だからぜひぜひこれ来年1月ですね、遅くとも1月の終わりのコパラスコンチャス祭りは絶対出します。だその1月15日にヨーロピアン行くからその前まで入稿できればなって感じだね。でヨーロピアンに間に合わせるんだったら頭にやらないといけないから、どっちにしろ1ヶ月だよね。そうですね、年末年始をこれにもうぶっ込みたいと思うので、はい、こちらの方ぜひ交互期待、あのこれ聞いてる方200人いますからね、お200人の方ぜひ買ってください。よろしくお願いします。安心ですね。そうですね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。さあラスト、はい、プリスト道着ニューモデル発売決定、はい、やっとね、やっと去年からねずっと進めてた、はい、去年っていうか、いや今年か、今年の夏ぐらいからやってた、はい、このデザインがついに、上がりました。イサミの方で全部審議が通って社長の OK をもらったのでついに発表できます。去年、2年前ですね、はい、去年、2年前、2年前ですね、2年前出ました。で、2年前か、もう2年前ですよ、うん、ですね。で、来年の夏、はい、だ今デザインが OK 出たのでこれから、これからサンプルできて、はい、サンプルチェックしてマスプロダクションに行くのでやっぱ半年弱かかるってことなので、多分初夏ぐらいですかね、はい、だから夏のボーナスのぐらいに出ればいいかなって感じなの でついに発表しますよ。ここでイサミジュースプリストウォンドバーサスニード、おーこのね、はい、トリプルコラボですよ。前はジュースプリストイサミのダブルネームでしたね、はい、その今回は道具のデザインをウォンドバーサスニードのデザインでやりますから、このトリプルネームこれをねがっちりと、また今回の限定数で、今ね、うん、あのジュースプリストの道具は A3 か A3 と A4 がなんか1万円で売ってるっていうのがあるんですけど、はい、A0 から A2 までは一瞬でなくなりましたからね、やっぱ特に A1 が一番なくなったんですけども、そのね記念すべき、第2弾モデル、今度の道具の色は白です。お、はい、シンプル系でいきます。これがねもう来年の夏に出るっていうことが発表したので、で、もう決定したので、これでまたちょっとイサミの OK が出ればデザインを見せたり、うん、サンプルを見せたりっていうのをこの 2,、はい、2ヶ月に一遍ぐらい出せればいいかなっていう感じになっても、はい、こちらも交互期待です。来年の夏、ジュースプリストイサミウォントバーサスニード、このトリプルコラボ道着ご期待ください。はい、じゃあ最後滝沢さんのこの、1月12月15日の生誕はい、そうですね、私もうあと1週間くらい切りました。私、はい、12月15日に秋葉原ツインボックスさんでですね、私竹下もこの初めての生誕祭をやらせていただくことになりました。はい、はい、ちょっと今来るんですか結局検討中です。はい、え、チケットいくらだっけ。2000円ですね、予約していただいて。本当にゼロ、本当に2000円も払えねえのか。25,000円払ってる北の大地で、北の国から2,000円、25,000円払ってる、こっち2,000円ですよ。2,000円で2時間とか2時間コースくらいでしょ。2,000時間安いですよ。なんで比べるんじゃないよ、そういうこと。こっちはピュアに頑張ってるから、はい、そうなんです、いろいろ生態大丈夫ですかね、大丈夫かな。竹田さんセットリとかも自分で考えて、やりたいことも全部考えて全部送って。何やりたいんですか、何か言えることありますか。言えること、そうですね、全貌全然 OK が出てないんで明らかにはなってないんですけど、けどもうだって今何日、今8日です。来週じゃん。はい、ちょうど来週の木曜日ですね、収録日からの。
あ、収録してからですか。じゃあ、あ、これの収録が目、今日目標に。あと1週間、はい、1週間前より何も決まってないんですか。一応なんか私的に決まってて全部送ってあるので、あとは OK 出てみたいな感じです。でもそこから練習とかして、練習はでも結構もう11人って決まってるので、はい、ちょっとフォーメーション変えるだけなので、うん、全然竹内さんが真ん中に行くっていう。そうなんです、ね、いつも右端か左端かみたいな感じなんですけど、はい、ちょっと V の一番頂点とかいたことないんで、ちょっとどうしたらいいか分かんないんですけど。そうなんだね。そうなんです。考えてないですね。とうとうセンターに真ん中にと。いやけどこういう特別な時しかないんですよ。普通にそんなんね、普通の時からセンター取れる頑張れって話ですよ。1週間もエール放置するぐらいですから。生メールもね、数日に1回ですからね。あ、お前数日ですか生メール。よくわかんない。最近結構1日に1回送ってる。本当？で、なんか1日遅れちゃったなと思ったら、はい、その次の日に2通とか送ってます。前倒しでみたいな。滑り込み政府的な。ちょっと明日遅れないかもなと思ったら今日3通送っといて、はい、みたいな。で、明日明後日ちょっと遅れないかなみたいな。有料サービスですからね、生メールは500円。そうですよね。それまめにやらないとですね。写真を添付してくださいよ。本当にね、はい、告知ばっかりですから、もう自分の生誕前だから先生。そうだね。だから A の時にあと何日みたいな、てかこれ毎日毎日上がるのかなって、これ上がるしね。そこ終わりましたから。やろうと思ったんですけどね、ちょっと。そんなんで人来んのかよ。いや、よく考えたら A のであと何日ってやってるの、はい、その画像ってなんか別に A の人たちからしたら嬉しくないなみたいな。いや、何もあげないよりいいだろ。1週間放置したやつがよく言うよ。1週間放置してないですか。いい、12月1日から4日まで通過で1週間何もやってないってことですよ。その間に、ね、大久保さんとかね、山崎さんとかでちまちま上げてますよ。まめにやってるわけですね。昨日もね、あの長澤さん夜中の3時ぐらいにアップしてましたから。へー、寝てますね。そうです、こんなにやってんのにね。竹内さんも何もやってないですから。そうですね、ちょっと今週はラストスパートですね。この1週間もね、しつこいぐらいでもやってもらわないと、はい、今週末経営には福島行きますからね。はい、行ってきます。はい、そっちでも、そちらの方でも頑張っていただきたい。はい、はい、じゃあそんな竹下さんの、生誕12月15日、秋葉原ツインボックス、はい、秋葉原て、単独定期公演の、はい、竹下もっか生誕スペシャル、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じですね。ウォントバーサルジールプレゼンツ、橋本喜也でした。竹下もっかでした。成田さとしでした。また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。